さあ時刻の方は7時32分回っております。寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りします。ここのとこの放送でね、10月1日から75歳以上の高齢者の医療費負担が1割から2割になるっていうこととか、マイナンバーカードに健康保険証の機能も持たせるっていうような話もお伝えしまして、反響がたくさん来ております。こう寄せられたご意見をもとにですね、今日も大阪府保健医協会の理事長で大阪市旭区で開業されてます宇都宮武弘先生とお電話でお話ししたいと思います。宇都宮先生、おはようございます。おはようございます。まずお便り紹介します。大阪松原、女性54歳の方。高齢者に送られてくる新しい保険証の件、家族がいるなら郵便物をチェックしてあげられますが、一人暮らしで後期高齢者の方は今月は大事な郵便物があることを忘れないようにしないとですね、というふうに頂戴しました。あと赤穂市の79歳の女性の方、医療どうなる聞いて1割2割負担を聞いて、我が家は1割で済む、かっこ喜ぶべきか収入が少ないと悲しむべきかと安心したんですが、途中で友人から電話があって最後まで聞けませんでした。この方ね、先週の放送最後まで聞けなかったということでしたけども、今月は大事な郵便物役所から来ますよってお話でしたけども、改めて先生整理をしてみたいと思うんですけども。はい、この医療どうなるに、時々出演されている新ママ大阪応援団の寺内さんいらっしゃいますが、はい、大阪、社会保障推進協議会、略して大阪社保協という団体の事務局長をされていまして、はい、でその大阪社保協が、大阪府内全市町村に75歳以上の高齢者の2割負担についての対応を調査しているんです、うん、それによりますと、大方の市町村が今週に75歳以上の高齢者の方に10月からの負担見直しに伴う後期高齢者医療費保険者証を送付しています、うん、大阪市は来週16日までに発送予定だということなんです。なるほど。7月以降に送られてきた75歳以上の方が現在お持ちの後期高齢者医療費保険者証って、これ今月9月30日で有効期限切れますので、はい、まあ、大阪以外にお住まいの方も今週来週このあたりの郵便に特に気をつけたいわけですよね。はい、この郵便物の中には制度の概要や前回お話しした負担が増える方への配慮措置について記載があります、はい、また大阪府の場合は配慮措置適用で払い戻しがある方は高額療養費として事前に登録されている銀行口座に後日自動的に払い戻されます。私の手元にですね、大阪府内の75歳以上高齢者に送られている資料を見ますと、2割負担となる方で高額療養費の口座を登録されていない方には9月下旬に広域連合から申請書を郵送しますとあります。これ高額療養費の払い戻しを受けたことがない方要注意ですよね。他の府県にお住まいの方もこれ先生ぜひ確認ですね。はい、先週寺谷さんもご指摘されましたが、国のホームページ見ますと、はい、今回の配慮措置について還付金詐欺にご注意くださいと案内しています。そうそう、うん、詐欺の引き金になるような制度っていうのがそもそも問題なんですが、うん、まあ、皆さん ATM を操作する手続きというのは絶対ないので、くれぐれも注意をしてください。そうですね、このあたり本当ご注意してくださいね。でまた別のお便りもありますんで先生ここで紹介させてもらいます。相生、はい、にお住まいの40歳の女性の方、医療どうなる毎回勉強になります。マイナンバー保険証の値段の違いがあるとは知りませんでした。もっとテレビで放送してもらいたい内容でした。この他にもマイナンバーカードに健康保険証機能を持たせることに疑問とか不安の意見が先生たくさん来ておりますが、いかがでしょうか。マイナンバーカードの紛失やカードの更新手続きの問題など解決すべき問題課題が多く残されている中、なぜそんなにマイナンバーカードによる保険証、マイナ保険証を急ぐのか本当に疑問なんです、うん、このマイナ保険証についてはすでに運用しているところもありますが問題も起きております。でしょうね、うん、マイナ保険証を読み込む機械に提示してもですね、資格がないというふうに出てしまう事例が寄せられております。でそれも一つや二つの例ではありません。その時の対応については保険証で確認をと指示が出されているんです。保険証なしで行けると言っておいてトラブルあったら保険証が必要って、なんか
ほんまね、政府の言う保険証を廃止する方針って大丈夫なんかと思いますね、これ。はい。私たちはこうした方針を強制することに反対しております。うん、そして必ず健康保険証を持参して受診をするようにと訴えております。なるほど。今週もいろいろ勉強になりました。先生どうもありがとうございました。皆さんからどんどんこのコーナーにご意見ください。ファックス、メール、おはがき、いずれも OK です。アッキー宛先お願いします。まずファックス番号 078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。そしておはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。医療どうなるのコーナーに頂戴したすべてのご意見質問メッセージから抽選で毎月5人の方に1000円分大阪府保健協会さん特製クオカードを差し上げております。ファックスメールは今日のプレゼントにも応募できますしね、はい、はがきは月間プレゼントにも使えますから、どうぞメッセージ有効活用いただいてダブルチャンスです。どんどん何か皆さん当ててみてください。このコーナーにおたりも含めて皆様からのメッセージをお待ちしています。